い、どうもナタクです。S2000 がでもようやくいい感じに仕上がったんで、まあ、前回ねほぼほぼ完成しましたみたいな動画を上げたんですけど、まだホイールがね、あの頃はなんか何のホイールだったかな、一番最初の初期型の S2000 のホイールかなんかつけてたと思うんだけど、今回一応リッター後期モデルの純正ホイールになるのかな、ちょっと間違えてたらごめんなさいなんだけど、一応買ったのはいいんだけどなんかね結構腐食してるホイールがね、なんかクリアが剥げちゃってるから、これもうどうしようもないって言われたんだけど、まあ別に支障なければいいかなと。あとホイールがね若干歪んでるということで、まあリアとかフロントに関しては特に変わらないと思いますけど、おガンツ、すごいいいとこでしょここね。これねスキー場なんだけど、冬はもちろん来れないけど、すげえいい景色だよね。だから中古で買った時はフロントバンパーとイヤバンパー以外は全部あれだったのかな、100系のやつだったのかな、ボディは100系ですけどね、内装がこんな感じね。これも買いました、2万ぐらいだったかな、センターコンソールね、UK のセンターコンソールなので、真ん中がねデフォカのスイッチがあるんだけど、あとステアリングも変えようと思ったんだけどもめんどくさくなっちゃって、エンブレムペトッと貼り付けちゃいました、前の付けてたやつね、特に変わることないです。でこれねバイパーのねセキュリティのねアンロックじゃないよ、切って山にすごい切りちゃうけどね、普通のやつにしてる、なんかね、桃太郎で1200円ぐらいで2つで安くない純正で、なんかね、なんかオークションとかだとすげー高いんだけど、よいしょ、走行でね136,000、の音が、はい、即位したわ。マフラーもノーマルに戻しちゃいましたし、まあ音がね、まあこれファイザーラーはねスイッチ、これいいよね。ここがねもともとスイッチだったんだけど、分取ってあの埋めましたというか、別に上にシール貼っただけなんだけど。止めなくていい、あれは忘れて走っちゃったりして、もうフォローもダメ、もうどんどん破れてきちゃって、もうこれがもう、この車さビニールホールじゃん最初は、だからここのフレームがこっちまで上がってない、だからここが2つになってんだよね、変な話で、それが嫌でこれ擦れちゃうんだな、どんどん破れてきちゃった、なんかもうここも危ないの、なんかねこれね、もうフロア結構ボロボロになっちゃった。ライトは OEM なのかな、5万ぐらいだったような気がします。なんかブログでは書いてあるんだよ、ね、OEM だから。ほぼ。OEM だから一緒なのかな、ちょっと違いよくわかんないけど。多分そう。リアはね、これね、ボディにね、穴を開けるか開けないかで分かれるよね、これつけるとする。純正のやつをつけたかと。後ろは多分車外なのかな、わかんないけど。ライトつけちゃう、ハイビュー、ハイビューの位置わかんないね、キバつけたいな、なんか下に、まあもう多分つけることはないと思うけど、明るいからよくわかんない、ね、ついてんのかついてないのか、マフラーカッターがね、これね、出ちゃって、はい、ワイパーがね、すごい吹きが、なんだろう、悪いんだよね、これ。わかる、この
か筋みたいなのが出ちゃってるなんか。これがねまたちょっとやっぱフロントガラスがなんか飛び石みたいな感じになっちゃってるから、まあ、そういうのもあるんだろうけどね。ここなんか走ってる人いるんだね。あとこのスピーカーね、初期型の1個後からもう純正でこれついてんだよね、元からね。これ車100だからついてなかったから、なんか無理やりなんか適当になんか買ったやつつけて、これねナビの音しか流れないです。だから本当にもうド素人なやり方でつなげてるだけです。なんかねもらったのがパンフレット結構前、シートの後ろに S2000 のなんか当時のパンフか、これすごいよね、うん、これでもらったんですけど、オークションで売ってんのかなこういうのね、分かんないけど。おっと入んなくなったな入んなくなったらどっちくしょう、もうやばい、ちょっと汗かいてきた。なんか涼しくないね今日ね。シフトノブはこれ何だったかな、なんかのスポーツシフトノブだった気がする。 CRZ のスポーツシフトノブだったかな、そんなんだった気がする。本ちょっと鳴らしてみよう。ちょっと変わった本なんか、これなんか本変えてる変えてるんだねこれね、全然分かんなかった俺最初の頃。外も涼しい、スキー場はまだ本当に心配でしょ、うん、いいねここの場所ね。なんかいる、近づいたら逃げちゃうか。ああ飛んでっちゃった。じゃあ多分こういう動画最後になっちゃうかもしれないけど、S2000 はね、うん、またね機会があれば撮りたいとは思うけど、車庫帳もね買ったんだけど結局組み込まれて売っちゃったりしたから、多分もういじったりはしないと思います。多分もうあと売るだけです。じゃあ